石橋ヒットで強い打球を受け取る根尾のヒット、ライトへのクリーンヒット2塁1塁。これですよ、本能バッティングです。2月18日月曜日敬老の日、中日ドラゴンズと広島東洋カープの今シーズンの23回戦、バンテリンドーム名古屋です。昨日は3対0でカープが勝利を収めています。今日は14時プレーボール予定。今シーズン初登板、初先発、2打面のレオが今日は広島相手の登板になっていきます。2軍では23試合の登板で0勝7敗 3.43 という内容。そういえば去年のプロ初先発もカープ戦でした。今日は本拠地でどんな投球を見せるんでしょうか。お客さんの出足も非常にいいというバンテリンドーム名古屋です。今日は根尾と森、2人の先発でこの後デーゲームで試合が行われます。解説は内藤直之さんでお伝えします。どうぞよろしくお願いします。お願いします。今日は根尾選手は3番ショートです。4番レフトに堂林、5番キャッチャー坂倉、6番ファーストがマクブルー、7番サードには田中康介、そしてルーキーの8番ライトが中村隆弘。先発ピッチャーが久しぶり9月5日以来の登板です、森翔平という広島東洋カープ。昨日ね、田村が結果残して、なおかつその怪我で退場ということだね。今日真正面になってしまいましたね。ちょっと心配ですよね。非常にバットが溢れていて、スウェーデン出身なんですよね。そうなんですよ、その話も今日清水さんに伺いたかったんですが、非常に厳しいのかなという感じがしますよね。なおかつ、失点もしてるんですけども、フォアボールの四死球の数が気になるという成績ですよね。そうですね、嬉しいです。そうですね、試合開始。まず初球はまっすぐ1番の秋山が入っています。基本的には僕の中ではパワーピッチャーだと思うんで、ストライク先行のピッチングで、やってほしいなというところですよね。そうですね、ボール球。9月8日に故障から秋山戻ってきました。向こうは、2ボール1ストライク。このボールが決まっています。このボールがコンスタントに決まってくればゲームは作れると思うんですけどもね。ボール球から2球。今ちょっと抜いたボールですかね。抜いたボールです。チェンジアップですよね。だからこのボールがあるぞと思わすだけでもこの序盤では大事ですよね。このカウントで今落としましたかね。今シーズンの1軍初登板で今秋山は送りませんでした。昨シーズンは1軍では25試合1先発。先頭にフォアボールを与えています。ノーアウトランナーが1塁、ボール2の入りである程度カウントは秋山さん戻したんですけどね。そうですね、1球はストライクからボールになるボールっていうのを放りたいですよね。外のボール打たせたショートゴロで併殺はどうだ。1つアウト、ランナーが入れ替わります。ワンアウトランナー1塁。目線がぶれてしまうんですよね。センターに上がって今のは良かったですね。岡林ツーアウトです。その目線のぶれが生まれているのはどういうところなんですかね。吉さん、投球フォーム、この今のフォームの中ではもう顔が全然動いてないんですよね。これはいいフォーム、いいフォームですね。これはですからイメージは今のような感じで投げるんですね。4番の堂林、2アウトランナー1塁と変わっています。僕がこうやって喋っている以上にちゃんとね、根尾君はランナーを意識して、投球ができているんで、この辺りはピッチャーらしいかなという感じしますね。ピッチャーですから、そうですね。ランナースタート来て盗塁成功、2アウトランナーセカンド、松木が盗塁を決めています。集中していきましょう。これもセンター方向、岡林、いきなり先頭にフォアボールあったんですが、ね、今シーズン初登板。1回カープ打線も0点に抑えています。やや今石橋の方を見て笑みが若干出たかもしれませんが、カープが1回ランナー出しましたが2得点です。根尾頑張れというところじゃないですかね。1回は15球という投球になっています。ではこの後攻撃に入っていきます。ドラゴンズの今日のラインナップをご紹介しましょう。
今日も1番には岡林が入っています。2番がレフト大島、中軸が3番カリステ、4番がビシエド、5番に石川昂弥、6番ここ最近4試合ヒットがありません細川、7番セカンドがルーキー福永、今日マスクをかぶっているのが8番の石橋、根尾が打席に入ります。中日ドラゴンズ登板です。ドラゴン戦は今シーズン1試合1勝マークしています。打ちましたよ ね、 そうですね、はい、153で牧と並んでいます。まあ、この辺中野もいますので左方向面白いところですが、小園下がって抑えたワンアウトです。チャタンに来るようなスケジュールになっていますが、速いボールをセンター方向は抜いた、グラブには当たってましたが小園ワンアウトランナー一塁。6回から8回までは3イニング続けてダブルプレー、追い込んだ、これが来た、三球三振、そのバットも出てこない投球をしましたから、4番のビシエド前に弾いてスタート切ってましたかね。大島セカンドに行っています。また内に寄った坂倉、またインコースは詰まったショートゴロ、小園スリーアウトです。ビシエド1本出すことはできませんでした。1回は両チームともに得点圏、ただ両先発無失点です。もう今日はもう投げっぷりっていうところなんで、うん、まあ、狙って投げられる、そんなにできないのかなっていう、うん、打ち取ったセカンドゴロ、福永ワンアウトです。あ、自分の中でも打つけ、次は渾身の1球だっていうね、ボールでしっかり狙って、そうです、そこに速いボール、これまたゴロ、カリステ、この回は内野ゴロ2つ、これなのっていう、これまたゴロで、ファーストゴロ、はい、この回は内野ゴロ3つで、ネオ今シーズン初登板なんですが、この回はカープ打線を三者凡退に抑えています。この映像からでもね、こう低めっていうのを、センターへ、秋山ワンナウトです。これ低いからここで終わっちゃうんですよね、そのね状態はいいでしょうね、フルカウントワンナウト、見た、外れた、フォアボール、ワンナウトランナーが一塁、これめちゃ出ましたね、ずっと出てましたから、その中でもね一生懸命振ろうっていうね、選手ですか、はい、右方向は第2番フェアだ。さあ一塁ランナーは中継プレー、セカンドに行った、三塁ストップ、二塁三塁、いやこれはいいバッティングですよ、でしたね、右方向を逆方向にね、はい、もう森からするとこんだけ調子のいいのにやられたっていう、これは戦ではほとんど DH ですから、はい、日本のバッティングが見られる、いやということなんですよね、はい、もう明日のシーズン楽しみですね、ネオ大活躍、はい、日本でも二刀流見えたっていうね見出しになりますから、皆さんには予知していただきましたが、その前に8番キャッチャーの石橋、今日はスタメンで起用されています。ご覧になって3塁線が切れます。まあ、今日はネオ先発ということで、この石橋がマスクをかぶっています。これの状態もね非常に悪くはないんで、まあ、もうカープバッテリーがすればいかにこの石橋でアウトを取れるかということを考えてますよね、まあ、一生懸命投げた結果犠牲フライだったら仕方ないという、だからまあ石橋としてもなんとかね、こう犠牲フライ最低でもという言いますけど、その犠牲フライも難しいと思いますけど、あれだけ低めに来てるわけですから、狙ってその犠牲フライが左中間ですよ、左中間に石橋持ってってフェンスに当たった、タイムリーヒット、小坂が先制のホームイン、もう一人帰ってきた、先制の2点タイムリーツーベース、ネオに援護点です。やりましたね、これ思う存分ネオ打席に入れるんじゃないですか。そうですか、はい、何の遠慮もなく、もうここぞとばかり、はい、俺バッティング練習そんなにしないですけども打ちますぐらいな、はい、僕だったらそう思いますね。そうですか、はい、まあその調子悪いんだぜって打ったのが石橋ですよね、そして来ました、今日は今シーズン初登板初先発、打席に入りますネオ、
ワンアウトランナーがセカンド。ああ、いいですね。16の大阪桐蔭高校のチャンステーマが流れています。バンケリンドーム名古屋。おお、あった。これ以上の気持ちを持つ方が大事です。このカウントで。速いボールをちょっと前に出された浅め。ショート小園。2アウトです。最後はチェンジアップですかね。ちょっと抜いたようなボールになって。ファーストゴロを前に落としてマクブルーン、スリーアウトです。ランナーは残塁。ただキャッチャーの石橋先制の2点タイムリーツーベース。ドラゴンズが2点を先行しています。はい、まあその何割かこうってね、うん、秋山も天秤かけてると思うんですけども、早いボールは見逃しの三振。点を取ってもらった直後、この回も三者凡退。2回3回カープ2イニングス連続で三者凡退無得点です。これから中盤に入ります。2回に石橋の先制の2点タイムリーツーベース。今日ネオが今シーズン初登板初先発。序盤の3回は無失点。中盤に入ります。内藤直幸さんの解説でお伝えしています。序盤3回までのゲームの印象というのは、皆さん今日はどうですか。バントヒット狙ったぞ、前に出てきていた、ワンアウト。いや、まあファームではね、少しフォアボール多いかなというところで先頭バッターフォアボール出しましたけどもね、まあ、思うのほかストライクゾーンの中にきっちり投げられているというところでしょうね。いいですよね。ワンアウト。変化球はピッチャー返しは押さえた。ここから福永一塁送球はどうだ、一塁はセンター。初安打が生まれた。ここはリクエストです、立浪監督。いやー、これめちゃめちゃいいプレー。福永も頑張りましたよね。福永スライディングして送球、ここ頭からいったんですが、小園これ一番わかりやすい。どうでしょう、で入ってます。画面的にはセーフかなっていうね。今度はこの角度、ドラゴンズサイドがリクエスト。いっちゃった。ある程度早かったですね。早いな。セーフ、安定度。これでカープ初安打小園。このカウントでゴロになった。タビスタ、セカンド送球は一つアウト。手相は。2アウトランナー1塁、これもゴロになりました。これだけどいいとこ決まりましたよね。外の低め、ね、バットの先ですから、逆に5球目。本人は目の前にチャンスが来たんで、それを離さないようにしたいという話をしています。今のスイングはちょっと半端なスイングに見えましたが、出てるでしょうね。あ、ランナーが出た、ランナー出た。セカンドはタッチアウトです。これで3アウト。この回は小園初安打が生まれたんですが、無失点というネオ。ゲームは中盤戦に入っています。2点タイムリーツーベースを放っています。ここは2アウトランナーなし。すごい角度に石橋のタオルがありましたね。センターおっと出た。2打数2安打。いいじゃないですか。ですね、スタメンも久しぶりなんですが、今日は先制だ。今度は根尾につなぐようなセンターのヒットを放っています、石橋。この根尾だからこそこういうなんか雰囲気になってますよね。それもやはり根尾が自分のまず仕事、そのピッチャーとしての、はい、投球ができているからこそ、何かこう明るい雰囲気になっていくというか、やはりその自分の雰囲気作りというのは、ね、ひょっとしたら上手かもしれないですよね。今日はね、うまくいってます。今日の2打席目、ね、ひょっとしたら上手かもしれないですよね。今日はね、うまくいってます。今日の2打席目。そんなにね、ネオもバッティング練習してないと思うんですけども、はい、持ってるものはすごいんで、うん、より以上に集中して
長打みたいですよね。ボール球、もうピッチャーとしての見逃し方じゃないですからね。そうです、はい、もうこういう時は本能だ。練習の練習量じゃなくて本能で打ってもらいたい。はい、ボール球、石橋ヒット、出た、強い打球を受けた、根尾のヒット、ライトへのクリーンヒット、二塁一塁、これですよ、本能バッティングです。もう清瀬内藤さんが前のめり、いやいやいや、いいでしょ、これ、ね、これですよ。多分ごめんなさい、本当にズバリ言いましょう、練習してないと思うんですよ、はい、これ本能です。うん、いや、なんか嬉しいね、ですね、気分いいよね、はい、これ今一気にスタジアムが明るくなったんで、より以上、うん、根尾のピッチングだけでも明るいんですけども、打ちましたね、はい、これ打っちゃったから、そういう状に、もうこれひょっとしたら根尾自身も乗ってくるかもしれないですよね。だからもう本当に先頭バッターのフォアボールだけ、これだけ注意していきましょう。ただセカンドランナー石橋だからな、気をつけろっていうね、はい、まあ、それでも2アウトですから、うん、回せ回せでしょう、森は踏ん張りたい。4回の呼吸、本当にいいボールが来ていました、森、まあ、こういうところでね、やはり抑えてしまうとまた森の状態も上がってしまうんでね、狙った一丸、3連打、回した石橋、3点目のホームイン、3連打、1点追加、来ましたね、なんか久々の追加点じゃないですか、次の1点という展開、はい、もうできなかったことが今日ネオ効果でできちゃい、できちゃっているというね、皆さん、ですの1試合あたりの平均得点が 1.5 だったんですけどね、はい、それが3点ですよ、もう、ね、まだ入りますよ、野手の根尾だったらもうね、うん、足も速いですから、はい、簡単にもう3塁まで行ってますから、そうですね、はい、でなおかつアンダー、最多安打を狙っている岡林ヒットっていう、もういいこと尽くしです。流れが本当にですね、明日の新聞はもう見出しいっぱいです。まだ4回です。今日も79枚、いいボール、今日3本目なるか、このポイントでインコースバットが折れた、ピッチャー前、送球はどうでしょう、アウトです、スリーアウト、ただ2アウトランナーなしから3連打、岡林タイムリーヒット、1点追加、ドラゴンズ3対0とリードを広げています。そういったイニングですよね、はい、坂倉から5回の攻撃で、先ほどゲオスさんがおっしゃって外に行っているんで、左方向はノーアウトランナー1塁、坂倉クリーンヒットが生まれています。これはいいバッティングですね、坂倉もね、この打席はショートゴロ、振ってくるバッターです。次は69名マグルプルもやはりこのちょっとボール球に手を出してしまっているので根尾を助けてますよね、はい、フライになった、ライトフライ、細川ワンナイトです。ヒットを打たれた後マクブルーライトフライに倒れています。まあただ少しラッキーな部分もありますけども、アウトを焦ったでしょうね、だけどまあ危なかったですけどファウルは取れたんでっていう、ストライクは取れたんでっていうところで、はい、沈んだ、反応しかかったんですが止まっています。田中さあ腕を振れているぞ、強い打球がライナーダブルプレイ、戻れませんでした。今シーズン初登板初先発、プロ初勝利に向かって根尾5回無失点、勝ち投手の権利を得ています。無失点です。中村隆弘からゴロになって切れる打球、一塁送球は一塁はセーフだ、
今ジョーさん伺いたいんですが、ここは立浪監督はどうしますか。これはしない方がいいでしょう。そうですか。ちょっとだからビシエドも自信なかったと思うんですよね、今一瞬取る瞬間ファールって言った声も聞こえたような感じがするんですけどもね、このフィールディングどうですか。この打球フィールディングはもう100点ですよ。そうですか。もうピッチャーじゃなくて野手ネオが出ましたから、はいはいはい、本能じゃないですけども、野手ネオが出て、素手で取ってスローですからね、あれですかね、ちょっと。いやもうだから自分がいけると思って送球、ね、だからまあ、あれがちょっとでもずれてなかったら、アウトだったかもしれないじゃないですか、中で勝負してほしいですね、昨日は代打フォアボールを選んでいます。狙った、転んだった、いけるぞ、ストレート、セカンド送球、一塁もダブルプレー、総力です、これは総力、総力ラッキーです。先ほどもカープはダブルプレーがありましたが、はい、もうこの中で回線の中でまずアウト一つ、もう大丈夫、マクブルームっていうところで、騙してるようなところもありますね。この1試合だけでもね、ネオワールド、ちょっとまた、また違うですね、はい、ちょっとずつこう引き出しを出し始めましたよね、はい、先ほどこのボール投げたのは秋山の時ですよね。だから、まあ、だからいろんな球種で中で天秤をかけてる間にドーンっていうボールがまた決まればいいのかなっていう、先ほどまさにそういう感じでしたが、ピッチャーゴロは福永、一塁送球はナイスプレー、スリーアウトです。この回もダブルプレーがありました。今シーズン初登板のネオ、6回無失点です。安打投球が続いています。フォアボールが先頭秋山に与えた一つだけという状況。山下さん、本当にフォアボールはちょっとファームの成績を見ても心配していたんですが、今日1個だけですね。そうですね、ボール先行のボールが、確かにあるかもしれないですけども、極端に少ないですよね。そうですね、はい、そのぐらいこうストライクゾーンの中で勝負ができていると、いったところでしょうね、順調に来ているんで、あんまり余分なことを考えずに、いけるところでっていうところでしょうね、打順の絡みがありますんで、今キャッチボールを行っています。カープは中崎が上がっています。今日3人目のピッチャーです。6回の裏、インコース、ショートゴロ、小園、ワンアウト。ネオの引っ張り点もありますかね、だって変える要素が一つもないですね、今日ベンチ入ってないですね。来ましたよ、またネオが、カメラさんも意識してくれてますよ、これ、もうみんな楽しくてしょうがないじゃないですか。ですね、裏とかにしましたよっていうね、先ほどは2アウトランナーなしから3連打という攻撃がありました。タイムにもいいねってなるじゃないですか。こうやってフィールドでしっかりそういう姿があるんですね。そういう姿ってこう目に焼き付くじゃないですか、引っ張ってレフトに乗った、下がってどうだ、フェンスは変えませんが、フェンスに当たった、またツーベースに、ね、なる、今日2本目、そして3安打目、ツーベース2本で3安打、もどしょう、これちょっとワクワクたまらんですよ。セーフティーバントからのツーベースですよ。ですね、やべえなにしましてって今なってますよ、これ、はい、仕方ないのかなっていうね、これ自らのバットでもう1点追加得点になるかという、6回の裏3対0、先ほどは強烈なライトへのヒットを放っています。ヒットはここ、三遊間はよく抑えた小園、すくい上げた、ショートゴロ、2アウト。いやー、ここは高校時代からのライバル。これはビッグプレーですね。ネオが打って、小園が取った、一塁はアウト。
これは冷静に小園アウト一つ取りましたよね、まあ、ところの中で、安打が出てくる可能性はぐっと高くなりますからね、またフォアボールも稼げますし、外のボールのターン、フォアボールです。2アウトランナー2塁1塁ボール3ですからね、あれが職人ですよね、スリーボールから、あーこれも高いですか、ストレートのフォアボール、ね、後半になるとまたおやおやってなってしまうんだね、カリステカモン、センターセンター返し、センター返し、今日はここまでヒットはありません。フォアボールの後狙って右方向は右中間どうだ、下がって下がってジャーン、ボールこぼれた、一人目もう一人回った、ボールがこぼれてました、加藤翔平のホームイン、万歳、手を挙げたカリスタ出ましたね、ようやく逆方向、はい、このバッティングです、このバッティングですよ、真ん中ですけどもね、逆方向、あれ引っ張っちゃうとまた、サードゴロ、ショートゴロになってしまう、今のバッティングは100点ですね、でここも一旦取ったかなと思いました、ね、これ多分もう直接フェンス当たってましたね、また大きな得点が入りました、カリステセカンドル以上、もう理想的な今日はドラゴンの展開じゃないですかね、ライト方向、ライン際追いついています、中村隆弘スリーアウトです、ランナーは残塁、ただこの回はカリステ走者一掃のタイムリーツーベース、3点加えて6対0と変わっています。思いますけどね、先頭にフォアボールを与えています、ノーアウトランナーが1塁、ファームで一番情報を公開していると思います、はい、まずこうなったらこうなるよっていうことね、狙ってライトに上がった、低めのボールは下がってウォーニングトラック、細川ワンアウトです。まあ、今日ちょっとねマルチネスがいないんで、その順番の、あー、これはショートゴロでカリステから一つアウト、あーこぼしてしまった、ここはセカンドセーフです。あーこれはもったいない、そのところカリステの送球もめちゃめちゃ速かったんじゃないかな、セカンド送球もうちょっと小股踏んでまず1個っていうスタイルになればいいんですけども、動きの中ですスローしちゃっているんで、アウト1つでも良かったですかね、抜いた、坂倉が今日2安打目、ライトへのヒット、ランナーは止まっています、満塁、うわ満塁、ワンアウト、ゴロになって、よく抑えた、セカンドはどうだ、ステレー取ってセカンドはアウトです、セカンドアウトです、うわすごい、今度は福永よく抑えてセカンドカリステよく入った、なんだそのプレー、まあ、フォアボールかもあるかもしれないですけど三振もありますからね、この回2つ目のフォアボール、どうだこれでベンチはどうでしょう、2アウト満塁、このあと中村隆弘ルーキーの打順ですが、立浪監督が出ます、立ち合いコーチが駆け足でマウンドに向かっています、今シーズン初登板初先発の、ね、ここで登板です、これはもうベンチのマネジメントですよね、はい、もうしっかりピッチャーが次のピッチャーが出来上がってますしね、はい、隣のパキシバンテリンドーム名古屋寝落としたらその最後のフォアボールの、まあ、打ち取り
ったかっていうか結果がちょっと反省点なのかなっていうね、うん、勝負しに行ってフォアボールになっちゃっているんで、うん、入っているんで、センター方向は抜いた、センターへのタイムリーヒット、1人生還、堂林が帰ってきました。ルーキーの中村隆弘、センターへのタイムリーヒット、4点差、6対2。狙って強い打球は弾いた、ランナー1人目、2人帰ってくる、4点目、2点差、6対4。これで松山今日はバースデータイムリーヒットで、これで三振、曲げて一二塁間破った、秋山ライトへのタイムリーヒット、ついに1点差、三塁一塁、この回一気に5得点。これがなんか次 の、 そのテンションの持っていき方って本当に難しいと思うんですよね、もちろん斎藤も、藤島も、ネオに勝たせてやりたいっていう気持ちもありますけどもね、まずはアウト一つ、その最後のアウトの一つがなかなか取れないという状況に続いています。ネオの後に2投手釣り込んだんですが、その2人にアウトが取れませんでした。先ほど松山と一緒で振り来てもおかしくないですからね、振りにあってしっかり、そこストライクなのっていうボールが投げられるかですよね、狙った三遊間を破った、末金2試合連続同点のタイムリーヒット、6対6、これで野の勝ち投手の権利が消えました。この三遊間の当たりですが、ボール2から良さ、今の1球だったんですが、そうですね、やはりそのバッターとしても、とここはバッテリーミス、ランナーそれぞれ進塁、秋山は3塁回って止まっています。2アウトランナーが2塁3塁、今のきっちり投球はできてないですからね、駆け足で吹く、9月15日のジャイアンツ以来の登板です。今はね、こうやって通算が追い込みましたよね、2アウトランナーが2塁3塁、まっすぐなのか外のスライダーかっていうところですからね、今日5人目サウスポー吹く、出てから速いボールはスイングアウトの三振です。ようやくスリーアウト、ランナーは残塁です。ただこの回は打者基準、カープが一気に6点を取って6対6の同点です。打たれるんですよね、高めのボールでした、力勝、スイングアウトの三振です。ワンアウトランナー二塁一塁、カープが勝ち越しのチャンスを迎えましたが、テビス何とか抑えています。ゲームは6対6の同点です。落ちるボールもあります、センターへ持ってきた、今日マルチ2安打、出塁は3度目、逆を取られてタッチアウト、スリーアウトです。2番手森翔平先発、ドラゴン先行から3対0、さらに6回3点、6対0からカープ7回一気に打者一巡、6点、6対6の同点です。ゲームは9回に入ります。今日は根尾、藤島、斉藤、清水、福、フェリス、この回から松山が上がっています。今日が30試合目の登板です。まああと落ちるボールですよね、インサイド当たったか、デッドボールです。ノーアウトランナー一塁、当たりますとドラゴンズの9回の裏、2番からという攻撃でサードゴロ、一つアウト、ランナーが入れ替わります、ワンアウトランナー一塁、
ああそしてもうバントですね。送りバントは茶前松山、あっと送球はセーフです。一塁がセーフ。ここはドラゴンズサイドどうしますか。狙って三遊間、この位置カリステは一塁送球どうでしょうか。それた三塁ランナーセカンドです。勝ち越し7対6、堂林の勝ち越しのショートへのタイムリー内野安打。当たりは良くないですけど飛んだコースですね。カリステ三遊間よりついにカープが追い越します。6回と3分の2失点4がありますが、自責は今日はなしという投球でした。4番のビシエド一発で同点という1点差。しっかりとしたスイングしてもらいたい。ヒットの延長線上がホームラン、うん、そんなスイングが見たい。初球はレフトに上がったビシエドが、ビシエドが土壇場同点のソロホームラン。9回ツーアウトから4番のビシエド追いついた。土壇場9回の裏ドラゴンズ7対7同点。いやーその時代は生まれました。生まれました、まあビシエドもね、うん、正直エラーしてますから、はい、まあ、強い打球ですけどもね、記録上エラーになりますから、まあ、取り返したわけじゃないですけども、しっかり物を打ってきましたね。このホームランです、まあ、栗林もホームランバッター相手に、ちょっと抜けたと思う。狙ってゴロになった。一つアウト。ダブルプレーはダブルプレー。ワンアウトから秋山ヒット。ただ後続を立った勝野。今日はここまで2イニングス無失点。延長11回の表カープ0点7対7同点が続いています。本当に外が反省して、今日なんと残り11試合。そして堂上直道、さあチャンス回ってきましたね、今日は途中から守りから入っています。堂上まずは外側、ラッキー。ここはフォアボールです。ノーアウトランナー一塁。今日の最初の打席フォアボールを選んだ堂上直道。よし、まあ 盗塁が理想ですけども、いいスタートですね、ラストボール外れた。スタートを切ったノーアウトランナー二塁一塁。さすがに一球見るでしょうね、このカウントですからね。ヒーターストレートのフォアボール。ノーアウト満塁。押し出しの可能性もですね、ちょっともうストライクが全然入ってないんで、ノーは見つかけ準備ですね。これは今日は投げる方では6回と3分の2 4失点自責はなし。その後藤島、斉藤、清水、福、フェリス、松山、勝野。ようやくストライク。もう引っ張るとちょっといけないんで、ライトフライ狙ってゴロになった。抜いたカリステサヨナラ安打。ゲームにピリオド。延長11回ドラゴンズサヨナラ。1
1対7、今日は6点先行ドラゴンズ、追いついたカープ、追い越したカープ、9回土壇場ビシエド同点ソロ、10回決めたカリステ。解説は内藤直之さんでお伝えしてきました。はい、一旦は追いつかれ、追い越されたんですが、時計は勝ちました。まさかのリーズベルトゲームになりましたね。まあ、まさかというかね、もう一方的にこう勝っていきたいゲームだったんですけどね、まあ、野球って何が起こるか分からないというね、ところで、まあ、最後はね、海星がしっかり仕留めたというところでしょうね。まあ、今日終盤はもう反省点いっぱいあると思うんで、勝ちは勝ちですけどね、反省する選手は反省してほしいなと思いますね。もう今日はこの展開ですから、まあ、すんなりとドラゴンズとしては9回で終えたかったという流れだったでしょうか。ありましたので、打点4という活躍。サヨナラのチャンスの場面で打席が回ってきました。あの打席、どんな気持ちで臨んだんでしょうか。とにかくバッターボックスに入れば必ず打ってやるという強い気持ちでいきました。今日も最後大チャンスだったので絶対打ってやるという気持ちで打席に入りました。監督はどのように感じました。まあ、あのフォークボールも非常に良かったですし、まあ、真っ直ぐもあのストライク、まあ、先頭バッターにフォアボール出しましたけども、まあ、あのどんどん追い込んでいけたっていうのが、であと真っ直ぐが微妙にまあ、緩急がつけれていたのかなというふうには思っています。というところ関心非常にあると思うんですけれども、いかがでしょう。まあ、残り試合少ないんですけども、ね、今日の内容であればあのまたピッチングコーチと話してあの考えたいと思っています。ありがとうございました。はい、立浪監督でした。